こんにちは。あ、こんにちは。あ、まだやってますね。あ、やってますよ。まだこれからだよ。これからだよ。本当ですか。終盤にかけて、うん、最後なだよ。最後なだよ。昔は、7日ボンマンで出したことあったんだよ。最初は温暖化で地図上がるのが早くなって、おさこの日だってあんまりなってないでしょ。え、あんまりなってないでしょ。そんなこともないですか。いや、まあ、バラスやるな。あ、うん、ない人となる、なった人と、はい、うん、それはやっぱりお父さん、腕が違うってこと。いや、リモアルス、気候の災害、いろいろ要素が要因があると思うんだけども、はい、うちもあるな、やっぱり、のあれだ、結実させれるかさせれないかがポイントなんだよ。花粉、貯蔵花粉による人工受粉、あるいは熱罰のを導入するとか、それ以前に基本となるな強力な芽を作ることだ。あ、自分の前にもちゃんとしっかり準備してないといけない。そうそうそう、強い樹体を作ることによって立派な花芽ができる。それにならせれば 3L、4L、10の葉とプラスの円シュートができます。そのでかいのが飛び玉と言います。飛び玉を作るコツはさっき言ったように、基本は基本として、あとは剪定の技術が始まり。ああ、始まり、友博さんがさくらんぼわかんねえって言ってました。ブロートさんの剪定で決まってるんですね。そうです。ハサミで、なりだね。要所要所にハサミ入りすることによって、飛び玉のサクランボが、特大サイズのサクランボが鳴らせることができる。4Lクラス。うちのハートじゃないですか。うちのハート。ハートビートですよね。ハートビート。飛び玉を作るのは、教科書にはない。教科書にはない。これ、長に、先生の技術で、いた技なんです。企業秘密。まだ伝授してないの、奥さん。伝授したのも。はい。友博さんに伝授したの。いやまだまだしてないの。まだ教えてない。まだ教えてない。ただこれから。もちろんこれ十のハートも、今4Lサイズが十。ハートビートでしょ。これ5Lサイズができるんです。センチによってすごい、その基本になるのが土作りによって健康なサクランボの木を作ること。いくらそのセンチばかり上手だったって、体が弱きりゃなりません。あと何日ぐらいですか。あと4、5日では終われないかな。終われないの。終われないの。